どうもこです。絶体絶命デンジャラス爺さん史上最強の土下座実況プレイパート2、北京編やっていきたいと思います。よろしくお願いします。いや前回ちょっとミニゲームがね思ったより難しすぎてちょっと東京が壊滅しちゃったんで、今回はねミニゲーム油断せずに全力で北京救いに行きましょう。来たね。あれゲメどころか誰もいないよ。バカが見ればわかる。あーそうです、前回その変身してじいさんのねビジュアルがなんだっけ貧乏じいさんになったんで、これ強いんだっけ。絶対弱いよな、序盤の変身だから絶対弱いはず。ここにゲブがいるかもしれないってことでしょ。なるほど。おこれゲベの鳴き声でしょ。はい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 。さて、あ入れるんだ。ちょっと一軒一軒入ってくか。一軒一軒入れるんだっけ。あそういうわけじゃない。ゲベベベベ、またゲベの声がしたな。この赤い建物から聞こえたよ。これか。はい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 。ん？この先厨房関係者以外入るな。あれ？ここじゃないっけ？どこだ赤い建物って。あいないんだ。はあいなかったねゲベ。ゲベベベベ。これめんどくせえ、めんどくさかった記憶がある右下の方からだ。こっちか。右下ゲベベベベ。あーなんかめんどくせえおじちゃんゲベちゃん早速ご対面じゃん。うわミニゲームちょっとミニゲームやりたくねえ。てか人がいないんじゃもう北京壊滅してるようなもんじゃね。いた。ゲベ会いたかったぞ。怪我はないか。よかったよかった。一時はどんなことかと思ったよ。かんえ終わった。あれなんちゃって。おい宇宙人じゃねえかよ。またミニゲームか。てか多いな。引っかかった引っかかった。何がどうなってるの。これはお前たちを始末する罠なんだよ。残念でした。ミニゲームだなこれは。この攻撃を耐えきれるか。きた。なんだうわこれこれさちょっとむずいんだよね判定がね。納得いかない。ミニゲーム潰すのじゃ。あーオッケーオッケーオッケー。よし。うわなんか変わってるし、壺になっとる。配置も変わってる。うわうわうわダリダリダリ。うおっぶね。えちょっと待って、配置がさだるい。ええちょ来い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 。え待って、壺がどんどん減っとる。おいやば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 い。壺が、あよけけけ。まず一匹こっち来い、こっち来いや。あやばい、壺がやばい、なくなる。よし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 。ここあーやばい、いけ。やばい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 。壺がねぐなる、壺がねぐなる。おいおいおい、やばい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 。こっち来いって、いけ。よし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 。壺がなくなるって。ほらやばい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 、マジでやばい。おいどうすんだよ。おいえあと3つしか使えなくない。よしよしよし、ここオーケー。
危ねえだろこれ。ツボおい、ツボ足りなくなるわ。全部死んだ。ババガナ、なんで僕たちが負けるよ。貴様はゲベをどこにやったんじゃ。今頃はボスのところで。ボス、ボスってどこにいるんだ。教えてあげないよ。せいぜい頑張るよ。よし、トリマクリアか。お前たちを始末する作戦はここからが本番だよ。せいぜい頑張るよ。どうしよう、おじいちゃん。わしがこのデンジャラスから助かる方法を教えてやらん。なんなんだよ。お、北京は救ったっぽいね。オッケーオッケーオッケー。おい、全然救ってねえじゃん。は？いいんじゃん。な、なんだ？うわ、だる。うわ、え、こっからか。全然救えてなかった。ダリエ。一人一人戦うやつか。いつの間にこんな目の星人が。どうしよう、おじいちゃん。こんな時は長老に教えていただこう。誰？早速電話するぜ。ピッポーパッポ。この番号は現在使われておりません。おい、なんなんだ、長老なんていねえじゃねえかよ。北京の人間は僕たちが封印したみょ。マジか。お前たちもおとなしく封印されろみょ。なんだミニゲーム。うわ、これかよ、これさ、運ゲーじゃん。これ運ゲーやん。あ、でも、じいさんなんかくれってなんだよ。変身したから。おい、なんだ鼻くそと骨って。おい、もうちょっとさ、なんか区別のつくさ、あれにしてくんね。骨だろ、でも。骨でいくわ。貧乏じいさんの骨攻撃。うわ、なんかコマンドが少ねえ。はい、微妙。体当たり、こいつら体当たりしか。弱い弱いよ、勝てる勝てる勝てる。え、一回鼻くそいくか。鼻くそ、うえ、ちょっと弱そうじゃない。あー、まあ同じくらいか。え、めっちゃ強い。おい、ちょっと待って、どっちがいい、鼻くそか。おい、なんで S 負けてんの。おい、ふざけんな。は、同速。おい、なんか、おい、負けたじゃん。なんで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 。おかしいだろ。お前弱いみょ。これなら地球征服も楽勝みょ。え、あれ、ゲームオーバーじゃない。おじいちゃん、冥王星人の封印された北京の人を助けに行こうよ。オッケー。とりあえず封印の原因を調べに行くぞ。あ、よかった。よかった。ねえ、なんで負けたの今の。なんかスピードが負けてたわ。もうこの街は僕らのものみょ。あ、マジ。あ、なくそ。なんか S 負けたらもう勝てなくないか。半分以上食らったぞ。 L、 うーん、ちょっとダメージの波が。あー、勝った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 。 R 上 R。 OK。いや、ちょっとこれ運ゲーだな、これ運ゲーだわ。くくく、まだ人間がいたかよ。カンフー、え、なんか強そうだな。カンフーかもしれない攻撃。おい、強えって。頼む。オッケーオッケーオッケー。これで S 勝ってたら勝てんだけど。あ、勝った。運ゲーやんこれ。勘弁してよ。おい、こいつも、え、こいつ戦わなくてよくない。ちょ、いすぎいすぎいすぎ。ここは通せんぼよ。んーと、めんどくせえな。なんか今適当に押したけど、あれ、A ボタンを押さなかったらどうなってたんだ。ああ、曲げる曲げる曲げる。あ、あ、え、あれ、これ何度も戦えんの。え、じゃあもういいじゃん。いいじゃん、やんなくて。
ちょ、これさ、あのコマンド、ね、勝てねえんだけど。ねえ、もう、これコマンド間違うとどうなんだ。これさ、コマンドも押さなくていいじゃないかよ、間違っても。間違っても何度でも。あ、弱えし。これ早く打つと強いとかある？ちょっと最速狙うわ。ある。あー、なるほど。あ、負けた。あ、強えこいつ。ちょっと早く打てば強いんじゃないの。あ、え、あ、ふざけんな、マジで。は、みょー、報告するみょ、北京へ行った舞台から北京人の封印に成功したって連絡があったみょ。うんばぼ、ふん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 、ご苦労である。これで北京は我々メモ政治の町でござる。みょ、すでになんか北京人を送ったみょ。あー、それとじいさんの愛なんだけど、ムフムフ。おい、ふざけんなよマジでよ。説明が足りねえんだよ。僕らはメモ星人が封印した北京の人たちを助けることができなかった。そして北京はメモ星人に支配されてしまった。カン。え、マジ。え、な、おい、何回負けてもいいやつじゃないの。おっと、マッスル、ま、ま、なんだっけ、武田リーダー、そうそう、体を鍛えるかい。鍛えよう。そう、来なきゃ。ミニゲーム、なんだなんだこれ。ミニゲーム危機一発じゃ。爆弾やうんこを避けて。普通にうんこって言うなよ。爆弾やうんこを避けて無事にゴールするのじゃ。うんこに気をつけろ。はあ、爆弾やうんこを避ける。なんだこれは。あ、え、え、ちょちょ、おい、覚えてねえよ。こういうやつ負けたし。リーダー、どうしたんだい。ちょ、もう一回やらして。なんだこれ、危機一発、爆弾やうんこを避けてゴール。あ、覚えんのか。ちゃんと見ないと、ここわかるかい。あ、いやいや、あ、オッケーオッケーオッケー、余裕やん。こう来て、こう来て、こう、ほら、楽勝なんだってこういうのは。ルールが分かんなかった。さすがリーダー。うおー、校長生きてん。あれ、校長前回死なないっけ。わしの方がすごいんじゃ。どがす。なんだあれ。リーダー、そうそう、ん、なんかやらせんだよこれ。話しかけるんじゃなかった。てか、さっきの校長はどうなったんだ。うわ、めんどくせ。あ、ね、もう間違えたわ。もういいや。校長はどこ行った。あ、いねえわ。あー、マジか。ちょっと北京も救えなかったんだけど。ダメだ、下手すぎる。出るか。くそ。あー、また貧乏じじいか。これさ、北京を救ってればさ、多分変身がさ違うのになってたりとかありそうだよな。やっちまった。パリ。はい、ということで、ちょっとさ、このゲーム説明がさ足りなくない？ 5 回死ねば終わりじゃぞとかさ、ないよね。はい、ということで、なんと今回北京すらというか、東京に引き続き北京も救うことができませんでした。はい、次回パリ、もうマジで全力で救いに行くんで、よろしくお願いします。さよなら。